はい。えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。え二、ー、2021年少子試験ガイダンス、えー、法務省基準点資料を読み解くと題しまして約私、私の方で約1時間ほどガイダンスの方をしていきます。えー、こちら内容としては2つございます。えー、1つ目は、先週の水曜日、えー、法務省が出された基準点データ、および諸々のデータを分析するという部分が1つ目のパートです。で、もう1つは、記、え、述、ー、の採点リサーチ。 記通式、皆さんからのねええ、こちら、答案添削をして、その結果、40人の、ね、方を見たときにどんな感じの傾向だったかといったことを説明する。この二つをやっていきます。まず一つ目はえ、基準点資料の方を見ていこうと思います。レジュメの方、見開きにお願いします。開けてもらいまして、1ページの方をお願いします。えこちらの方が、上から平成30年、平成31年、そして令和2年、 の基準点資料を貼り付けました。文言は全くもって同じです。点数の部分だけ違っています。一番下見ていきましょう。1、受験人数1万1494名。午前及び午後の部の双方を受験した者の数。これ双方です。午前と午後で若干人数違います。何人か書いております。双方を受けた人数が載っています。ついに、 指したクイズ式基準点。午前の部、試験の部、え、こちらの午後の部の択一式の各いずれかが、それぞれ以下の関係点数が達しない場合は、それだけで不合格になります。こちら、午前の部、指した区立、105点中75点、25問正解。午後の部、指したクイズ式、105点満点中72点、24問正解と。で、ページは、4、2、3とあって4ページまで行っちゃってください。 えー、令和2年、使用書士筆記試験多種択一式、得点別、因数表。これ、どんなものかというのを、ちょっと、えー、左上から見ていきます。午前の部、105点、つまり、35点の満点です。満点出したとんでもない方が、4、4名いる。で、ここまで、4、累計が4。次、102点、いわゆる34問正解です。これもとんでもないレベルです。 このとんでもないレベルの方が36人いる。そしてここまでの合計が前が4人でここ三36だから40人と。累計人数がこの40って数字なんです。で、一番右の偏差値。え、これは、えー、発表されているものではありません。出てきたデータからこちらが弾き出したのが一番右の偏差値です。偏差値は50が平均というふうになります。 で、それで見ていきますと、今年の基準点は75点、編みかけしました。75点、ここまで、えこの人数は589、ここまで来た人数が3643、偏差値で言うと57.23。そして右側は午後の部、72点、503人、2334、60.89という偏差値でした。ちょっと見比べてほしいんですが、あの一番下に平均点っていうのが載ってるんです。 午前の部の平均点を2ページ3ページと見比べてほしいんです。30年と31年です。2ページ3ページが30年31年ですが、明らかに平均点が、明らかな平均点の違いはあるかというと、こちら、例年と比べて高いんですよね。平均点は高いんです。だったら、基準点が、 上がる方向に行ってもおかしくないんですではここから踏まえていろんなことが分かってきました右のページを使っていきましょう5ページです今までの資料を含めてデータ分析一番上令和2上段出願者数下段受験者数これが出してあります でこちらの方ちょっと画面の方、えー、使わせてください。画面の方ね一番下、82パート書かせていただきました。何かというと受験したあの出願した人の中でどんだけ受験してるのかなと受験者の比率です。すると 一番下が82になります、まあ計算とかありますけど27も 82%28 も8082%で29年で1ポイント起きて 81%81%81% 81 81 81とで今年受験会場が減りましたよね。 例えばこれ、あの、九州の方は、例えば今まで,では鹿児島の方は、自分のに受験会場があったんですが、鹿児島の方が受けようとすると、福岡まで行かなきゃいけなくなりました。すると、これ本気じゃない人は、もう受けるのはやめるだろうと。わざわざ交通費かけてまでね、え、これ、え、かけてまで、え、これね、お試し受験なんてしないだろうと。ってことは、受験率は、上がると思ったんです。上がると思ったんです。 85とか90になると思ったら、むしろ逆で、下がってるんです。むしろ逆に79、79%受験率が下がってるんですよ。これはちょっともう驚きしかありません。もう原因がわからないんですよ。もうあるとしたら、出願はしたんだけど、もうちょっと受かるかどうか微妙だなって思った方がね、 感染恐れて受け控える。感染恐れて受け控える。それしか考えられないんですよ。では次、基準点ってところに見ていきます。令和2年、えー、見ていきますと、卓一式午前の部。 上段が点数、中段が人数、下段が偏差値です。卓越は75点が基準点25問正解。突破した人数は3643となってるんですが、この人数だけ下全部見てくんない突破人数だけで言うと、こう近年で比べれば過去最高なんです。 受験者は下がってるんですよ。受験者数は落ちているのに、突破した人数が過去最高なんです。っていうことはです。一番下の下段の偏差値。57.23。この偏差値の部分だけ見比べてもらうとわかるんです。最も低いんですよ。今まで偏差値が60台ギリギリのところで抑えていたのが、 今回、60代を大きく下回る57%の、5五十7偏差値57のところを取ってきました。あと最後になりますが、なんか効果は不効果は分かんないですけど、ここ29年、28年から、基準点の点数がほとんど同じなんですよね。基準点の点数が25。一回だけ26になったぐらいで、ほとんど点数同じなんですよ。 じゃ、この右行きましょう。この午後の部。卓一午後の部。72.24問正解。突破人数が2234人。で、これ、下ずっと見ると2234。ここまで低い数値は例年ありません。ただです。偏差値見てほしいんですよ。偏差値比べてほしいんです。 ほぼ変わってないんですよ、偏差値のところは。ということで、もう少しこれを別のデータに置き換えて分析しました、ページは6ページ以降になります。えっと、一番上、令和2年という意味で書いてます。令和2年。 午前の受験者は1万1757人です。あの、午前の方が人数多いです。午前が1万1757人で、突破した人数が3643。比率。午前受けた人がどんだけ突破したかっていうと、なんと30.9%も突破してるんです。およそ3人に1人が基準点を超えてるんですよ。なおかつです。ちょっと下から数字。 突破の比率の比数字を見てほしいんです。これ、明らかに徐々に徐々に午前の突破比率って上がってるんですよ。でも今回の上がり方が異常なんです。ちょっと同じことをね、角度変えてもう一回言わせてください。前のページの午前の偏差値を下から見てもらうと、五ページのうね、午前の偏差値を下から見てもらうと、やっぱり同じようなことわかるんです。 昔は62.85。5ページの方ね。62.85だったのが、どん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 下がっていって、ごえ去年が59.95。そして今回は2ポイント以上も下がってるんです。で、くどいけどもう一回言いますと、午後の偏差値はそんなに変わってないんです。ってことで、じゃあね、6ページの方もまたお願いします。行ったりしててごめんなさい。 6ページの方ですが、午後択一、受験者が1万1494人、突破者が2234、比率が19.4、この19.4って数字、ここを縦に見ると、違ってくるのが30年と28年、30と28は若干違うんですが、そこさえ除くと、午後の比率ってほとんど変わらないんです。どうも見えてくるのは、あのね、午後は多分固定してます。 午後の偏差値や突破比率は固定していると思うんですそして午前をどんどん下げている午前が下がっちゃってるとはいでその下なんですが左側例年と変わらないこと 午前の基準点に到達するハードルが徐々に下がってる。次。午前の突破比率が過去最高になっている。午後の突破比率上下しやすい。午前突破比率の人数が過去最低になっている。午前午後の突破人数の合計が過去最低レベルなんです。えっとね、何を言ってるかっていうと、この数字を足してます。 この二つの数字。この二つの数字を足したものが、下に載っています。一番下の表を見てください。はい。令和2年、午前択一突破人数が3643、午後突破人数は2234、合計すると5877。ここだけ見ると、去年より若干増えてます。30増えてますけど、その下ずっと見ると、過去最低レベルと言っておかしくありません。 はいで。ちなみにその横には、均一の最低人数と、どんだけの人が受けたかっていう比率も入れました。この比率が、去年、ガクッと落ちてます。4ポイントほど落ちてます。ただ、だいたい30%台のが通例だと思われます。では、右のページの方に行きましょう。 で、ここからは私の意見がだいぶ入ります。なので、いい話を聞いたって思った方は、喜んで書いてください。ふざけたこと言いたかったと。って思ったらね、まあ、あ言っている、たわごとだと。と思って聞き流してください。行きましょう。なぜ午前の突破比率が急激に上がったのかと。急激に下がったものがあります。受験人数です。 受験人数が急激に下がっているんです。ちょっと確認しましょうか。えっ、ー、と、何ページだっけ ?5 ページですね。5ページを見てもらうと、受験人数が相当下がっているんですね。もうこれは受験会場が減ってしまった。もしくはこのコロナの行動、えー、騒動にあれば、まあしょうがないところだと思います。はい。じゃあちょっと戻りまして、7ページちょっと見ていきますと。 え、ご、え、今年は受験会場の減少に伴い、大幅に受験生が減った。その下、均一の採点人数を確保するには、基準点の水準を、下げるしかない。ちょっと同じことをやらせてください。採点人数を2000人とします。2000人としたときに、昔は、昔はね、えっ、ー、と、10年、えっ、ー、と、7年ぐらい前は、24000から2000人を絞り込んだんです。 24000から2000を絞り込んだんです。で、今は14000。まあ、受験すると11000ですけどね。そっから2000人を絞り込むんです。となれば、これどう見たって、受ける人数が減ってるんであれば、基準の2000人入るハードルは、どう見たって下がるしか、下げるしかないんですよ。ってことで3段目。 午前午後のどちらかの基準点の水準を大幅に下げることになったと。まあ、こうなんだろうなと思います。ただ、これって大前提があります。これが次の資格枠です。期日の最低人数です。え、その、あと、え、既の突破人数は昨年とほぼ同様になっているというところで、えっと、まず私がまず思っていたのは、今年は最低人数を 低くするだろうと。2000だったのを、通常2000人だったのを1500とか、下手すれば1000にするんじゃないかと思ったんです。やっぱり受験の受験料も低くなっている。となれば、こう採点できる経費というのも抑えられるだろうと。いうことで、もし採点人数が、採点人数が2000から1000というふうに落ちたのであれば、これは基準点の水準はどんどん上がるんじゃないかと思ったんです。一方、 今回上がるどころからむしろ下がってるんですよね。でじゃあなんで下げたかっていうとやっぱ同じなんですが、採点人数を確保するため。つまり、採点人数が同じだと思われるんです。採点人数を下げました、比率を上げました、これ論理的になり立ちません。で、ちなみに私がこう思ったのも、えっ、ー、ともう一つ理由があって、 やっぱり、採点人数を2000点も決めたものは変えられないのかなと。もしくは、この採点人数を変えちゃうと、使用書試験が難しくなったと。そのように思われかねないので、採点人数は変えなかったのかな、と思いました。で、このポチ1個目。突破人数は昨年同様になっていると。これさっき数字見ましたが、午前後の突破人数が、 去年よりむしろ少し多いくらいです。となると、そんな変わんないのかなって感じがします。で、次のポチですが、えちなみに、今年のえ、昨年の比率で当てはめると、下記のようになると。えっ、ー、と、33.5%をかけると、1968人。29.1%をかけると、1710人が、期日の採点を受けることになります。これだと若干足りないので、おそらく突破比率は、 上げるんじゃないかと思います。33.5より上げるんじゃないかと思います。では次行きましょう。じゃあ、上乗せは例年通り24ぐらいなのかと。ちょっとページ戻ってもらっていいですかね。5ページの表ですが、一番右側。 5ページの1番右側。合格点マイナス基準点とあります。何かっていうと、いわゆる上乗せ点というやつです。基準点だけでは受からない。基準点プラスアルファいかないと受からないよと。じゃあ、どれぐらい要求されるのっていうと、これが27年を境に思いっきり上がりました。27年までは18、19ぐらいあればよかったのが、28年からぐっと上がって、23、26、25、 23.5とだいたい24問程度を要求してるんです。じゃあこの上乗せの24問これは同じなのかと。って見てみますと実はちょっとあるデータをちょっと調べてみたら分かったことがありましてまあ去年から分かっていたんですがちょっとこれ画面の方と自分のやつも見てください。 えっと、2年間の択一安全権の点数と偏差値の関係ってやつです。えっと、31年は上乗せが23.5。8問いるんですよ。23.5。択一で言うと8問いります。で、もしこれを、もしこれを択一だけで稼ごうとするとね、択一だけで稼ごうとすると、8問を4問4問に割り振ります。8問4問4問と割り振ると、 去年の基準点が25なので、25プラス4、29問必要。で、午後についても、22プラス4で26問必要なんですよ。で、これね、同じような作業を、 29年と30年でやってみたんです。29年と30年で、上乗せをね、もし宅一先で取るとしたら、どんだけ必要かってことをね、数字入れてみたんですよ。で、そうすると、まあ、それぞれ29,30,29,29,28,26となって、ここで、この横なんですけど、これ何かっていうと、偏差値なんです。偏差値。ちょっと見てもらっていいかな。えっとね、31年が、3ページ。31年が3ページにありますので、 3ページで、午前29、午前29の偏差値を見ると、66.13なんです。で、午後の、え、午後だと26、午後だと26で、26、78点満点、66.91、66.91になります。で、ちょっとごめんね。じゃあ30年も見てもらっていい ?30 年は、 上乗せをたっく意下げで取ろうとすると、午前が30必要です。偏差値66.67。え、午後で上乗せをたっく意下げでいこうとすると、28点必要、十八問必要です。28問、84点目。え、65.12。はい。で、これでね、もう一問7ページ戻っていただきますと、 あの、午前の上乗せで必要な点数の横の偏差値が、ほぼ同じなんですよ。66いるんです。一方、午後の方が、だいたい十七から五、六67から65なんですね。上乗せでいる点数ね。じゃあ、調べてもらっていいですかえっと、 4ページを見てもらって、午前で偏差値66、午後で偏差値65や67、どれぐらいの点数になります ?4 ページの方ね。四ページの方で、午前で偏差値66がいるとしたらどれぐらいいるか、午後で偏差値65か67がいるとしたらどれぐらいいるかと。 となると、こういう数字になっちゃうんです。午前が31問。午後が28ないし27。え、繰り返します。例年の合格圏内、合格安全圏の偏差値、合格安全圏の偏差値がほとんど変わらない。 じゃ、この合格安全権の偏差値を今年取るとしたら、何問いるかと言ったら、午前が31問正解、午後が28から27問正解。で、その下、卓院付き前提が25、24でした。ってことは、これ、さっぴくとどうなるかっていうと、6問、3から4問になります。 はい。ってことで、もうこれは私をいくら避難して構いません。あいつがのたむちまってるだけだと。あいつは酔っ払ってるだけなんだと。ああ、俺は絶対そういうことだ。絶対信じねえぞと。それで構いません。私を避難を言ってください。発表の後に、ね、あいつは間違ってると。ぜひ言ってください。でも私はこの数字だけ見る限り、今年の上乗せは、 どう見たって上がる方向としか思えないんです例年24多くても25ですぐらいでしたがこれが下手すれば30これぐらい行ってもおかしくないと思ってますあのだいたい例年通りの偏差値でいくと午前が実はこれ25じゃなくて26とか27でおかしくなかったんです 例年通りの水準でいくと、午前が2五あ、六6 27、午前が26、27でもおかしくなかったんです。で、仮に27だとしたら、仮に27だとしたら、実はそんな例年と変わらないんですよ。27として、プラス2問であればね、プラス2問であれば30、30-6で、24で、例年通りぐらいなんです。繰り返します。私が、えっ、ー、と、データを見る限り、あくまでも、基準点のハードルが下がっても、合格するところの水準はずっと同じだと。 だからハードルが下がって良かった面もある点もありますが結局、最終合格の上乗せがその分、まあ、大きくなっちゃうだけなんですねただ、くどいですが、ね、最終合格のラインは同じだと思ってますこれは変わってないと思ってます、はい、で以上がこちら、択一法の分析になります。 え、結論を繰り返しますと、まず、受験人数が減った、ということで、午前の変基準とが下がってるってこと。で、この傾向は今後も続くと考えられます。なので、午前が得意な方は、今後の受験勉強、かなり有利です。で、次に、この傾向が続くと、上乗せ点と、あ、で、次には、期日の最低人数。これ自体は、今まで他のデータを見る限り、下がったとはどう見ても見えない。 下がってるという要素がどこにもない。なので大体同じだろうと思われます。で、最後に上乗せ点ですが、上乗せ点は例年偏差値が66がいると考えると、上乗せ点は今年基準点と比較すると思いっきり差が開いてしまい、下手すれば30点いるんじゃないかと思います。 とということでま一つ目のパート、えー、法務省の分析はここまでといたします。8ページ以降にいかせてください。えー、こちら、記述の再現等は無料検索サービスから見る、えーえー、受験生の記述の出来。 はい。で、こちらなんですが、えっ、ー、と、基準点、えー、再現答案を添削するというサービスをレックでやっています。で、その方々の添削を私は40人分見まして、で、それでどれぐらい、どがどうできているのかといったものをね、これから紹介しようと思います。で、まず先に言いたいのが、この再現答案のサービスは、出来がいい人の話だと思ってください。出来がいい人の分析だと、そこは認識の方をお願いします。出来がいい人。 えー、資格枠があって、留意点1個見てください。基準点を突破する可能性の高い人が申し込んでるはずです。まあ、択一がね、午前13、午後11だけど、再現等は出してみるかと。いや、いませんそんなのいませんよ次。時間がある状態で書いてます。もう本番は焦ってますけどね。もう終わってしまえばもういくらでも時間ありますから。いくらでもいけないといけないけどね。もうゆっくり書けてます。次。記憶が曖昧な部分が多い。 これ特に不当法の添付書類。もう書いたことをすら覚えてないと。世なのか、つなのか、死なのかよく分かってないと。で、最後、これが一目大きいんです。あまりにも出来の悪い人は申し込んでません。えー、例えば、いくつかの問われたときに、あの、不当法が9点だった人がいるんです。で、この方の商業を見ると、 三十一手なんですよ。つまり、例えば、不当法で、え、乱は外した、乱は外した、債務者変更もやってない、名変ところもやってない、で、商業もほとんどかけてない、でも受かるかもしれないから出してみよう。やっぱいないんです。だから、どっちかで可能性がある、どっちかで可能性があると思った方が、やってるはずなんです。 だ、もう一回だけますね。これから分析をしますが、あくまでもこれは、平均点が高い人、出来がいい人の分析だってこと。出来がいい人の中の分析だということなんです。で、ちょっとそこでもう一つお願いがありまして。えっと、これからね、9ページ、10ページを使って、 不当法、小当法について、それぞれどの論点がどれぐらいだったかというところについて分析をしようと思うんですが、え、十、十一ページ以降に今年の回答例も入れましたので、ちょっとそれを見ながら、あ、こんなんだったよなと。っていうのをちょっと確認してもらってよろしいでしょうか。ちょっと私忘れ物しましたので、少し、とにかくいます。ごめんなさい。 えー、お待たせしました。えー、何を忘れたかと言いますと、40人見たと、っていうふうに言ったんですが、それはお前が想像で見たんやつじゃないかと。本当は見てないんじゃないかと。っていうふうに思われるのはすごく嫌なので、実際に私が、えー、ご、な、な、6時間、7時間かけた成果の一部をお見せしたいと思います。なんで黒塗りじゃないか。これ,薄いでもないこれ個、個人情報個人情報のは黒塗りね。えー、っと、受験者の名前、採点者の名前、 点数、第一欄、これができた時に1って振ってます。で、平均点を点数入れてます。移転投球で、ね、構成投球を選択できれば1。えー、こちら、投球と記載できれば1。っていう形で、書いてる場合は1ってカウントして、で、最後これエクセル作ってるんですよね。1、1って振っておいて、最後全部相当でかけて、合計数を出しました。何本当はこれだけしかやってないんじゃなくて、だからだよだから2枚目もあるんです !2 枚目もちゃんと作りました これ、消灯法の方ですが、消灯法の方で、一つ一つについて、このように分析して、一個一個チク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 やってました。本当に時間かけてやってます。こちらはもう一枚の方かな。もうあります。本当にの40人分出した方がいいんじゃないかと思ったんですけども、それはもうキリもないんでやめましたが、ちゃんと分析をしていますので、その点、信用していただければと思います。よし。では、行きましょうか。 えっと、9ページの方から一個一個行かせていただきます。まず、第1弾。法定相続分を超える部分は、登記しなければ対抗できないというのを記載できているか。これが40人中27人なんです。実は単純に、対抗できないとしか書いてないとかね、できないとしか書いてないっていう人がね、そこそこいるんですよ。 で、平均点。え、こちらの方が2点満点という平均点の中で1.3という数字になっています。では次、第2弾。第2弾は冒頭が移転登記はダメ。公正登記にしなさいというものですが、これがかなりびっくりです。40人中38。 なんで、ここはほとんどの方がクリアできたんじゃないかと、と思われます。で、同じくした、登記不要。これもほとんど皆さん言ってます。で、平均点が5点満点で2.7。これね、構成登記が選べているのに、添付書類だとか、いろんな表現のミスをみんなやってるんです。で、その結果5点満点ね、なすべき登記は決まっているのに、 点が落ちるんですよ。で、次は第3弾。第3弾の方ですが、えー、低等計、ネテトん設定ですが、ネテトん設定、取扱い点の記載。これが意外と少ないんです。40のうち半分ちょっと。出来がいい人で半分ちょっとですからね。 で、次。識別情報の記載がかけているか、40の13。4分の1。出来が一緒で4分の1。次。これが意外。あの、申請人以外の登記事項を書いちゃってないかと。ほら、この欄って、あの、何て言うか、最近の範囲とか極度枠とか書いちゃいけない欄なんですね。後で書かせるからもう一回書かせないと。で、これ結構みんな書いちゃってるかなと思ったんです。そしたら、意外と書いてません。 で、陶器不要。ま、あこれはほぼできていて。平均点。こっちは高いです。5点満点で3.3と。一覧とくら、え、先ほど2覧と比べれば高いところになります。はい。では、えっ、ー、と、次は、第4弾。いわゆる一番の皆さんが注目している点だと思います。まず、名変陶器ができている方が40人中34。こっちはそことこ気づいてる。ただ、その下。 債務者変更登記入れてるのが40人中25、約60%です。で、私に相談来る方の肌感覚で言うと60%ぐらいはかけてるって感じです。実際の数字はもうちょっと下がるかもしれませんけどね。それぐらいなのかなと思います。ただ、この先がすごくて、添付書類、つ、こ、せ、 が書けてていいるるかと見ると見見くださいこれ結構書けてないんですよ。また次。識別情報を提供できない理由。ほぼ、え、これ、4分の1。これもほとんど書いてない。次。もうこれほとんどいなかったもん。非課税。確保登録免許税法5条4号。で、これなんですが、あの、非課税だけにしている人が大部分。でね、5条を 4校が結構いる。5条4校。本当惜しいなと。で、あとはね、本当にね、何二人人出てないのは、あのね、法5条4号を見ました。法。多分それと不動産東京と思われる。で、そんなこんなもあって、平均点が、こう全部で10点満点なんですが、4.5なんです。 でちなみにねちょっとお、まあえっと、2つこういう答案があったのを、ね、言わせてください、えっと、債務者変更登記を入れていない人の方が入れている人より点が高かった例があるんです。どういうことかというと、ある方は、名変も債務者変更登記も両方入れてるんです。 入れてるんですがほぼ点が残らないんですなすべき投器は入れてるのに中身にどん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 間違えてたの一応レックでは左側だけで5点満点右で5点満点してるんですけどある方えある方って結構多かったのは右がね なすべき登記ハマってるのに、5点全部限定されてんの。伝わりますかねなすべき登記はわかってるけど、原因とか添付書とか税金とかで、もうことごとく全部引かれちゃって、結局点数が残ってない。一方ね、私が見た方で、左しか書いてないんですよ。左しか書いてないけど、ほぼ完璧なんですミスが全くなかったかな。そういう方が二、ね、人、3人、人いたかな ?2 人いて、それ5点もらえてるんですよ。 なので、これ、債務者変更登記はできなかった、イコール、それでもうダメだというわけではないと思ってます。で逆に、債務者変更登記を入れたからといって、表現のミスをたた乱発していれば、点は残らないと思います。あ、ちなみに一個言わせた。あのね、11ページ。ごめんなさい。すいません、11ページ忘れてました。すいません。あの、はめやったんですけど、分析から外したものがあります。え、ここ。 えっと、厚生登記所有者に住所を入れてるかと。あの、はめやったんですけど、もう誰もカウントしなされないんで、やめました。あのね、一人だけ見つかりました。一人だけね、住所書いてる人がいたんですが、もうそれ以外全く住所書いておりません。でね、住所はもうここはほとんど皆無。住所はほぼ皆無。で、あのね、さすがに名変登記はみんな住所入れてる。さすがにこれ、ここを入れてない人がまずいない。 で債務者変更もまず入れてる。こっちも入れてる。まず入れてるっていうかね、ほぼ100%入れてると言っていい。ここも統計取ったら、もうほぼあの、書いてる人がほぼ書いてるので、あの、どまないけませんなさい。名変を選んだ方、債務者変更を選んだ方は、住所を入れてるのでえ、こちらの方はもう統計取るのやめました。一方、ちょっとこれがね、若干違ったのが、ごめんなさいね、先の話なったんだけど、第5欄の値定答設定の債務者のところ。 ここの住所は半々ぐらいでした。ごめん、これこれ統計私取るのやって取、取ってません。申し訳ない。これは統計取ってません。ごめんなさい。ってことで、あまりにもみんなができないと、そこは多分採点基準から外さずです。そこ採点基準にしちゃうとみんな、みんな点数が取れなくなって、どんどん点が落ちた方向に行っちゃいますから。 9ページの方に戻らせてください。え第5欄1件目が保存で2件目が追加設定、1件目括弧1、不動産登記を七74条1項1号の記載があるか、これがね、少ないんですよ。 でね、少ないって言ってもね、これ17って書いてますけどね、あのね、見た感じ、3分の2の方は、何らかのけ痕跡あるんです。あの、3分の1は全く空白ね。で、3分の1は空白で、3分の2が何らかの形跡があります。で、当たったのが17人なんですけど、それ以外の方がね、大体、あのね、表現のミスなんです。74条1号。74条1号。え、それとかね、 不74条1項1号。なんで不で止めたと。あとね、不動産登記74条1項1号。でね、そこそこ言って丸にしてもいいと思うのが法。法74条1項1号と。って入れてるのは何の問題も私はないと思ってます。なんで、ここはある程度3分の2ぐらいの方は気づいているんですが、正確にかけてないと。 で次、カッコ1のつの記載、29人。次、カッコ2、共同値定当権設定、カッ追加が記載できている、31で、これがね、個人的にはびっくりなんです。え、書けないんだ、この表現って。本当にね、意外と追加を忘れてる人が多いんですよ。で、出来がいい人でこれだから、実際にはもっとできてない人が多いんじゃないかと思うんです。 で、カッコに、え、これ、次の、手形小切手再建。電子記録再建記載できてるか。で、これ数字同じなんですが、全く、あのね、両方ともかけてるっていう、えー、なると、そことか減っちゃいます。あの、手形小切手かけてないけど、電子記録がかけているとかね。逆もあります。だからこれ、ぴったりしてね、両方とも同じで、同じ人数ってわけじゃありません。同じ人数ってわけじゃありません。で、平均点が、こっちは高い。10点満点で6.3。こっちは高いです。 で、第6弾。第六欄これかけているか、有無が間違ってなくかけているのが40人中19。で、理由までちゃんと言っているのが16。出来がいい人でこれなので、やっぱりもっと低いんじゃないかなと思います。ってことで、一番下に見てください。全体の平均点。えっと、不動産登記だけで点数を出して、出して40で割りました。すると、 19.7でした。19.7。意外と高いなって思いました。やっぱ出来がいい人が集まってるからってのはあるんですけどね。それでもうちょっと低いかなって思いました。平均だとしたら。 では続いて商業登記に行きます。えっと、10ページ。10ページですが、これ意外と差がつくのが冒頭2つ。剰余金資本組み入れ、募集株式の図み数資本金です。ちょっと同じことをやらせてください。よいしょ。えっと、ここで資本金。 呂還金の組み入れを決議要件間違えて、決議要件をね、計算し間違えて、呂還金の組み入れがもしできないって判断しちゃうと、資本金にも連動して間違いが起きます。で、実際この呂還金、池田所が32、十二そこそこ間違ってるんですよ。で、その方は必然的に募集株式発行のこの欄もやられちゃうんですね。 でそれとは別に募集株式の発行意外と数字を間違えてる人が多いんです8人の方が別途数字を間違えてますで3段目取締役 AB の退任令和2年2月18日これ日付の間違い日付の間違いが7人いらっしゃいます 次代表取り役なくし代表権付与そしてそれ以外を書いていないことこれが私もびっくりちょっともっとちゃんと書けてると思ったんですがこれ書けてない芯を書けてない人もいるしまあ余計なものをいっぱい入れてる人もいました26人だったんですで次会計限定の表現を登記事項通り正確に書いているか これが、あの、実際、ちょっと自分のところで自分のこと言うのは何なんですが、あの、採点官が丸しちゃってるのはあるんですが、実はこれ、議事録通り書いてたら、これ、罰なんですよ。本来、罰なはずなんです。議事録通り書いてる人がね、結構いるんです。でも、ちょっと、あの、採点では丸になっててもね、あの、登記事項通り書いてなければ、私の中でも書いてないってい扱いにしてます。結構、議事録通り真似ちゃってる人が多いです。 その上で、第一弾の、え、次、平均点。第一弾が8点満点ね。第一弾の登記すべきをね、登記すべき事項ね。登記すべき事項で8点満点で、平均が6.0。次、登録免許税。もうこれはもう見ながらね、ああ、またダメだ。この人もダメだ。この人もダメだ。もう乱発です。当たらしません、ここ。 ほとんど当たってない。で、当たってる人はもう内訳も当たってる。あの数字当たっていて内訳を外している人はね、いなかったはず。では次、添付書類ですが、議事録2通、この判断ができている方が4分の3、30人います。で、平均点、4点満点です。 で、添付書類はレックは0.5点採点してます。0.5点採点で平均点が2.7。じゃあ次に2段目に行きましょう。第2段。登記すべき事項。大取りデーの退任。で、これが21しか言ってません。デーの退任が21しか言ってません。一応確認しましょうか。何ページだっけえっと。14ページの方。14ページの方ですが。 真ん中、下あたり。えっ、ー、と、一番下からの数が早いか。下から4行目、5行目。令和2年6月15日、大都議、で退任。これが、半分ちょっとなんですよ。そして、同じく半分しかいかなかったのが、ごめん、今14ページ見ますか ?14 ページの方の、えっ、ー、と、真ん中あたりの、同日発行可能種類株式をる発行する各種の株式の内容の変更。この欄をかけている人も、できる方で半分ぐらいなんです。 あのね、書いてない人もいるし、あのね、種類、普通と好種類の数を書いてない人も結構います。えっと、可能数と種類の特色は一つの欄なので、ここを書き直すときは全部書き直さなきゃいけないのに、こちら、何の特徴しか書いてないっていう人もやっぱりいました。で、戻りまして、えー、登記すべき事項。 えっと、関西役 E の辞任。これは意外と多い。4分の3がいけていて、31。で、平均点、5点満点で3.0。3.0。だから、ね、登記すべき事項っていうのは皆さんちゃんと取れてるなって感じがします。じゃ、あの、所管で言うと。で、次。登録免許税ですが、こっちはいけてるんです、皆さん。 一覧の税金はほとんど外してるんですが、二覧の税金は三分の二近,近く、四分の三近くいってます。で、添付書類ですが、ちょっと回答欄見てからにしましょうか。えっと、14ページ添付書類の回答欄の方見てもらいますと、まあ、え、こちら二段目と三段目。 普通種類の種類総会議事録と、高種類の種類総会議事録。これなんですが、片方は気づけても、もう片方を書いてない。これがすごく多かったです。10ページの方を見てもらいますと、えこちら。高種類。ここが分かったのが25人。で、普通種類まで行くと、14人とかなり減ってしまいます。 で、添付書類あ、のめんなさい。添付処平均点が5点満点で3.0。一方最後、第3弾。で、この第3弾については、無効銃が1個だけかけている人をカウントしてます。剰余金の配当など、無駄なものを入れた場合についてはカウントしてません。 1>, 1個だけちゃんとかけていた方が4分の3かけている状況です。はいでその上で全体の平均点になりますと全体の平均点が25.2。 これはやっぱ高いと思います。で、これはもういくらでも減点はかけてくると思います。あの、減点かけようと思えばいくらでも減点かけられます。あの、例えば、添付処理のところを0.5点じゃなくて1点減点すれば普通に点数下がります。もっと一気に点数ガンと下がります。また、登記事項を1点減点にしてますけど、重要部分を2点減点。 重要部分をを点点点ににすすれば平均点を下げることは容易できます、まあ、ただ重要部分っていってもね今回どこなのかなっていうのは個人的にはちょっと読みきれない商業に関しては全部が全部皆さん平均的に間違えてる感じがしますよいしょということで何ページだっけな、えー、と8ページの方に戻りまして。 真ん中の数値を見させてください。えー、29年からこの統計を取り始め、ふざけるな、お前は嘘つきだと言われながらもう4年、今回4年目になりました。4年もあるとある程度数字が揃ってくるようになりました。えー、まず29年。一番上、真ん中見てください。29年。この再現サービスの私が見た中の平均点が38.1でした。で、実際その年の法務省データの平均点が33.72でした。 で、記述の基準点が半分だっていうのは皆さんご存知だと思います。だからその横を見ると、基準点が34.0、34.0っていう数字になってます。一方、平成30年、これが皆さん異常にできていて、こちら、えっと、私のリサーチの点数が48.4でした。今でも覚えてます。あのガイダンスが終わった後、会場はお通夜でした。48.4、嘘だろと。で、さすがに点数が高すぎたんでしょうかね。 多分、その後、いろいろ、向こうもいろんな採点をしたんでしょう。点数が高いと、振れ幅が思いっきり出ます。36.91だったんです。実際のね、平均点が。で、次、31年。43.1点で、やはりちょっと点数が高かったんでしょう。32.13。32.13と。 では、今回、えー、と再現サービス、私の方で見た中の平均点がどれぐらいかと、あ、ちなみに言っときますね、この平均点についてなんですけど、あの、たまにこういうと題があったとき、省いてます。あの、見たときにね、あの、不等法34.5。なんか違うのが、理由の書き方が若干なんか、模範解答と若干違う。あ、もう一回言うね、模範解答と同じなんだけど、一言一個同じで、最後のね、2文字だけが、ね、模範解答と違う。 で、商業も35点で、あのね、もう全部に、ね、理由付けまで全く同じだもん。立候補と全く同じだもん。もうこれね、省いた。で、また、あの、不等法が2点、小等法3点、省いた。さすがにね、そこまで際立ってやばいものは省きました。で、省いて40通見たところ、平均点が、 44.9でした。となると、やはり点数的には高い、ね、なおかつ、この48.4、43.1の間あたりに入っているというのを考えれば、昨年よりは上がるはず、昨年よりは上がるはずです。 ただ、2年前よりは下がるはずです。ということで、だいたい33から35ぐらいじゃないかと。その数字だけ見れば、33から35ぐらいじゃないかと。ただ、実はこの予想はあまり意味をなさないんです。自分で言っても何なんですが、あまり意味をなさないんです。というのが、 よいしょ。何ページだっけなあった。えっと、5ページをちょっと見ていただきましてね。5ページを見ていただきまして、あの、基準点っていうところの、えっと、真,、えっと、真ん中右あたり、均一式っていうところ、えこちら、上段が点数、中段が人数、下段が偏差値なんですが、上段の点数と偏差値だけ見てください。上段の点数と偏差値だけずっと見てください。 28が若干違うんですけどね。大体35あたりがちょうど偏差値50になるんですよ。35点あたりでちょうど偏差値50にしてるんです。すごいですね、本試験って。そういうふうに狙う打ちできるんですね。いや、違うと思うね。いや、違うと思う。これ絶対点数つけた後に、これ。 もう毎年平均点はこのぐらいにしましょう。で、これ、このままだと平均点が高くなっちゃいますから、ちょっとこれ採掘しましょう。採掘ってあれですよ。あの点数の配点変えましょうとか。絶対そんなことしてるはずなんですよ。なのでも基準点はだいたい例年同じぐらいで偏差値50なんですね。なので、あのー、じゃあ今回のこの分析は無駄だったのかと。 まあそこまで言われると腹が立つんですけど、少なくともねあの皆さんがもし添削サービス受けられた方は8ページに先ほど書きました44.98ページに先ほど書きました44.9この数字を超えているかどうかここは一つの目安になると思うんですでこれを超えているっていうのであれば基準点に行っている可能性は高い方向じゃないかと思うんです逆にちょっとこれに行ってないと そうなると、うん、ちょっと怖いかな。大幅に違うってなれば、うん、かなり怖いかなと。ぜひ、この、ね、資料については、これぐらいのニュアンスで使ってください。えー、私が出せる資料と、私の分析はこれぐらいです。あとは皆さん、えー、クリスマスに、サンタが来ることを祈ってください。今日はおしまいえー、本日のガイダンスの方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。